加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとう。
し、ゲームスタートだ。
したことないね。ここだ。稼ぐとするか。
今だ。ついてるな。もう許さないぞ。よっと。そうそう。大したことないね。左だ。どっちかな。悔しすぎる。よっしゃ。最高だ。おう。まあな。わかった。
時間食っちゃったよ。 しばらく寝とけっての。 いらっしゃいませ。 ありがとうございます。
らっしゃいませ。ありがとうございます。よし、やるか。
だ。よし、やるか。
ぜ。よし、やるか。
ところで、
いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとう。ごちですね。清涼高校2年2組の。え？あの、ちょっと下がって。お前ら覚悟しろよ。後できっちり説明してもらうからな。返事はどうした？Yeah!
貸すぜ兄さん。え？一人でよく頑張ったな。誰？通りすがりのヒーローだよ。いやっていうかどっから出てきたんだよ。店ん中から見てた。あのさ、マジで危ないんで。遠慮すんな。ここは俺に任せとけって。いやちょっと。お前ら、言っとくけど俺はこの兄さんより腕が立つぞ。は？ならいいよ。ああ、おかげで連中が誰か分からずじまいになったよ。ああ失礼。何か待ち合わせだったんだけど、ちょっと2階見させてもらうよ。先生、無事ですか？もう一人誰かここに？ごめんなさい、やっぱり私何もお話できることはありません。待ってください。何があったんです？何か言われたってことですか？ここにいた誰かに。知らない女の人でした。サングラスをかけた。その人はなんて？三越馬くんの件には関わらない方がいいって、あなたにもそう伝えるようにって。俺にも？ええ。もし断ると言ったら？その時はこれを渡すように言われました。これ三越場ですか？ごめんなさい、私やっぱり。待って。わかりました。ならせめて家まで送ります。やめて。もう関わりたくないんです。明日学校に来ても私には近づかないでください。何のお力にもなれませんから。
わかんねえことだらけだな。そいつはハンピン・リューマンの白面だ。あいつらは金次第で暴力を受けよう。雇われの兵隊ってこと？そう言ったろ。で、俺にまだ何か？俺はこの町じゃちょっとした顔でね。でも兄さんは見かけたことがない。なんであんな連中に目つけられた？心当たりは？一応あるよ。あんたに話す気はないけど。釣れないな。さっき助けてやったろ。便利屋クワナだ。厄介事なら相談に乗れる。金さえ弾んでくれりゃ警察に言えないような案件でもな。別に俺やましいことなんてないし、その手の仕事ならこっちもプロなんでね。なんだよ、同業者ってことか。こっちは探偵だよ、カムロ町の。なんだよ。よそもんのご同業が地元で騒ぎを起こした。あんたが俺の立場ならどうだ？せめて頭下げてもらおうって思わないか？名前を名乗ってこの度はお騒がせしましたって言うだけだ。この町の便利屋さんっていうのはそんなに偉いのか？礼儀を教えてやってんだよ。これが礼儀の教え方か？名刺の渡し方もなってね。今の避けたのは褒めてやる。おかげでこっちも火がついた。おいおい、がっかりさせんなよ。からでも来な。
どうだ、なかなかのものだ。今のはなかなか良かったぞ。いや、あんたも案外頑張ってる。褒めてやるよ。おい、これ以上やったら軽い怪我じゃ済まねえぞ。そっちがな。口の減らねえ。二人ともそこまでだ。殺がそこまで来てる。お、杉浦君。何、知り合いかよ。話は後だって。ほら、店の裏口から抜けさせてもらおう。まったくさ、お互いいい大人が何をどうしたらあんな喧嘩になんの、うん、こっちは売られたもんを買っただけだ。今日はここまでにしといてやる。可愛い杉浦君に免じてな。どういう関係。桑名さんは偉人町の先輩で便利屋さん、表にも裏にも顔が広いんだって。その分料金はちょっとお高いみたい。一緒に仕事したことはないけど、一応僕ら事務所開く前には桑名さんに仁義切ったよ。これからこの町で500回になりますって。そうだ、誰かさんと違って礼儀をわきまえてる。よう、それよか、いきなりターボを襲ってきた連中ってのは何だ。ハンピン・リューマンってギャングだってさ、そこの桑名さんが言うには。ハンピン・リューマンの中でも白面通殺し屋集団だ。ただ、さっきの連中は腕が悪かったみたいじゃねえか。いや、狙った相手が悪かったんだよ。ちょっと待ってよ、いきなり殺し屋って。そいつらなんで八神さんを殺そうと。今回の目的は脅しだけだったのかもな。さすがにあんだけ人目のあるとこで殺しまではやんねえか。いくらハンピン・リューマンでも。そのハンピン・リューマンから雇い主が誰か聞き出せない。俺を狙ったのはドイツだって。無理だな、連中は自分が誰に雇われてるかなんて知らない。ネットの闇営業で仕事を受けてんだ。逆に言えば、あんただって奴らを匿名で雇うことができる。なんなら俺から口聞いてやるよ。今んとこ間に合ってますね。
なあ、あんた。何に首突っ込んだんだ？これ以上騒がすようなら俺にもかませろよ。土地の人間にしかできないこともあんだ。特に裏社会まで絡むような時はな。いいんじゃねえか？何が？そんだけ偉人町に詳しいんなら何か役に立つだろう。それにさっき白面とかいう連中から助けられた義理もあんだ。別に助けてもらったわけじゃ。固いこと言うなよ。面白そうなやつじゃねえか。よう、これから一杯どうだ？おごるぜ。あんたは話せるな。構わねえが、二軒目は俺におごらせろよ。かな。気持ちのいい野郎だな。まだ飲むの？お前も行くだろ、タボ。いや、今日はよしとくよ。つくもんとこに戻る。ちょっと情報を整理しときたい。構わねえさ。来るもの拒まず去るもの追わずだ。おお、それだそれ。俺も今そう思ってたのよ。なんか初めて会った気がしねえな。分かった。
でも来な。はい。ええ。
ん？
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい加減にしろよ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。いい加減にしろよ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。はい。ええ。
げえ、時間食っちゃったよ。加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
いただき、ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。はい。
え？要するに、ところで、なるほど。
名前か。またな。しばらく寝とけっての。前か。またな。
ったく、時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。ったく、時間食っちゃったよ。
なんとむごい。この写真を沢先生も見たのですか？そう、すっかり動揺しちゃって話を聞ける状態じゃなかった。その写真をよこしてきたって女はまず間違いなく三越芝殺しに関係してる。つまり江原の仲間か手下だった可能性が高い。それがハンピン・リューマンを雇って矢上氏を襲わせたのですね。そして三越芝の件から手を引けと言ってきた。波の探偵ならビビって言う通りにしてたかもな。でも連中はなぜ矢上氏が邪魔なのでしょう。三越芝殺しを嗅ぎ回られたくないということで。それなら警察の捜査の方がよっぽど嫌なはずだけど。確かに警察が動いているのに矢上氏の調査だけ止めても意味がないですな。だから多分連中が本当に脅したかったのは俺じゃない、沢先生だ。4年前に江原敏郎が自殺した時、彼女三越芝のいじめを責めてたらしい。だから俺は何が本当なのか先生に話を聞くつもりだったんだ。でも連中はその辺に触れさせないようにしたかったかもしれない。だとすると敵の脅しは効果的でしたね。おかげで沢先生は貝のように口を閉じてしまいました。大丈夫、まだこっからだよ。それに連中だって一つミスったろ。え？ギャングに追っ払わせるつもりだった探偵がかえってこうやる気出しちゃってんだから。なるほど、それは随分大きなミスを犯しましたね。その夜、偉人町で見つかった死体の身元がテレビやインターネットで報じられた。これで清涼高校の誰もが三越芝博の死を知ったはずだ。あの学校の中で世界は一変したと言っていい。かつていじめ加害者だったとされる三越芝博殺害、そこには強烈にして明確な殺意が感じられた。そのきっかけとなった4年前の事実を探る矢上にどこからともなく組織的な暴力が立ち塞がる。彼らはなぜ矢上の行く手を阻むのか。横浜偉人町に立ち込めた闇が徐々にその暗さを増していく。本当にごもっともで。はい、清涼高校でございます。あ、はい、ニュースの件、確かに三越芝君はこちらで教育実習をしていたんですが。すみません、保護者の皆様にはとんだお騒がせをしております。はい、伊勢崎偉人町で男性の他殺体が見つかった事件で、神奈川県警は遺体の身元を同市の大学生三越芝博さんと発表しました。遺体は死後2ヶ月ほど経過しており、死因は刃物による失血死。で、今日はどう動くんだ。俺はもう少し酒抜けねえと頭が回んねえぞ。朝まで飲ませんだもんな。困るよ、うちは海藤さんの切れる頭が頼りなんだからさ。もっと言ってくれ。俺はまた清涼高校に行ってくるよ。まずは沢先生の様子が気になる。いろいろ抱えてるみてえだな、あんな綺麗な先生が。沢先生ははじめ江原敏郎の自殺について三越芝のいじめはなかったと俺に言ってたんだけど、4年前はそのことを三越芝本人に詰め寄ってたらしい。多分
いじめは実際にあったんじゃないかな。少なくとも沢先生はそう考えてたんだと思う。そこへ来てサングラスの女から巫女島の件に関わるなと脅されたわけだ。もう何も言うなと。ああ、その女は巫女島を殺した一味だろうね。巫女島の写真を持ってたんだから。まさに殺される直前のさ。じゃあ犯人たちは過去のいじめを隠したいってこと？でもそれってよく分かんなくない？何が？だって巫女島がもしいじめの加害者だったんならなんでそのことを隠したいの？逆にもっと広めてって感じじゃない？巫女島殺しを正当化できるんだからさ。一理ありますな。それもそうだがよ、そもそも沢先生はなんで自分の意見を真逆に変えちまったんだ？普通に考えれば上から圧力があったというところでしょうな。あまりいじめの事実を騒ぎ立ててくれるなと。例えば清涼高校の奥田理事長から。どうだろう、あの理事長にそんな力あるかな。結構沢先生にもずけずけ物言われてたし。やっぱりその辺は沢先生本人から聞き出すしかない。でも八神さん、もう近づかないでって言われたんでしょ？そんな聞き分けよくちゃ探偵なんてできないよ。そっか。何か僕に手伝えることある？あるぜ。お前は俺の解放しなきゃだろ。そうなの？どの道今あの学校に出入りできんのは俺だけだから。杉浦は海藤さん頼むよ。ずるいよな八神さん、楽しい仕事は独り占めなんだもん。ゆうべ便利屋のやつと飲み明かしちまったからよ、ちょいと休ませてもらうぜ。またな。
いい加減にしろよ。しばらく寝とけっての。名前か。
やあヤミ。わかった。それって、いらっしゃいませ。ありがとうございました。
くいい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。矢上さん。
うん。どの曲にしようかな。衣装は振り付けはどうする。どの曲にしようかな。よし、やるか。みんな、明るく元気に楽しく、せーの、ホップステップラバルズ。あ
し。まさか。ねえ、あ、ん？のりづきさん、なあ、
八神さん？ん？よう、高田さんか。どうしたの？職員室に用事？そろそろ八神さんが来る頃かと思って。え？ニュース見ました。あの三越葉先生のやつです。殺されてたって。八神さんはそのこと前から知ってたんですか？まあね。やっぱりな、だと思ったよ。それで八神さん、三越葉先生のこと聞き回ってたんすね。だったらそう言ってくれりゃよかったのに。言えなかったんだよ、お前らの悲しむ顔を見たくなかったから。マジな話、誰に殺されたんすか？三越葉先生には世話になったし、やっぱ気になるんですけど。まだほとんど何も分かってない。そっちこそ何か思い当たることないか？多分三越葉が殺されたのはこの学校に来なくなった直後だ。え、そうだったんですか？ニュースで言ってたよ、死体は死後2ヶ月くらいだって。ってことは学校へ来なくなった頃に殺された可能性が高いだろ。何マッツァ、なんかミスケンのやつらみたいじゃん。八神さん、沢からは何か話聞けたんすか？いや、昨日はちょっと邪魔が入ったもんでさ、沢先生とはほとんど話せなかった。あの、俺本当に三越葉先生が殺されたこと悔しいんです。だから何か分かったら教えてもらえません？それは約束できないけど、お前がまともなこと言ってるの初めて見たよ。松井です。ああ、私にもよかったら教えてほしいです。三越葉先生には嫌な思いもしたけど、殺されるなんて、なんか自分でもどう感じているのか整理できないんです。わかった。それじゃあ失礼します。沢先生、学校に来るなとは言いません。私にそんな権限はないですから。でももう構わないでください。昨日はあれから何か。お願いします、二度も同じことを言わせないでください。もしもし、つくも？俺だけど、偉人町で三越葉の死体が見つかった現場ってわかる？ええ、もちろんすぐに。八神氏が今から向かうのですか？そのつもり。なるほど。ただ死体が見つかって何日も経ってます。現場へ行っても目ぼしい証拠はもう警察が持ち出してるかと。かもね。でも見ておきたいんだよ。無駄足かどうかは後で考えるよ。まさに探偵の鏡ですな。勉強になります。
見つけました。死体の発見現場は桜川沿いですね。小さな公園脇に廃ビルがあります。死体はそのビルの2階で見つかりました。1階部分は潰れた洋品店なんかが並んでいますな。了解、ありがとな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
調子だ、おら。しばらく寝とけっての。ありがとうございました。
こんちは。誰もいないっすよね。お邪魔しますよ。死体があった場所は何か跡が残ってればいいんだけど。おい、今の音誰だ。何してるお前。いや、署に連絡、応援呼べ。ちょっと待った。待ってもらえません。手を挙げて後ろ向け。誰だお前、ここで何してた。八神隆行、八神探偵事務所。ええ、神室町で。お前昨日清涼高校にいたな。そっちも俺らを見たはずだ。そうでしたっけ。よろしくな。神奈川県警一課の渡辺だ。こっちの若いのは桜井。どうも。で、何考えてんだよ。勝手に現場入り込みやがって。いや、ここは皆さんもう調べ終わってるんだろうなと思って、つい。何か。お前さ、源田法律事務所の依頼で動いてねえか。ん？城崎先生に頼まれたんだろう。城崎沙織、あのすんげえ不愛想な。なんでそれを。神輿場の死体が出てすぐのことだ。捜査を始めたら、どうも東京で裁判中の痴漢が仏のことを知ってたっつうじゃねえか。おまけに現役の警官らしい。じゃあそいつに話を聞こうってわざわざ出向いたら、そりゃならんと警視庁からストップをかけられた。でやむなく俺らはその痴漢を弁護してた城崎先生に話を聞きに行ったんだよ。
源田法律事務所はカムロ町にある。そしてお前は同じ事件でわざわざカムロ町から出張ってきたって探偵だ。つまりお前と白崎先生はつながっているだよな。さすが刑事さん。じゃあ俺の素性も知れたし、もう手錠はいらなくないっすか。そりゃこっちで判断する。そんなことよりお前よ、さっきの俺の話どう思う。何がです。なんで俺らが江原と話すのにストップかけられんだって話だ。江原は2ヶ月腐ってた仏を前から知ってたって重要参考人じゃねえか。そこに触れてくれるなってのはいくら警視庁様でもわがままが過ぎる。警視庁としては身内の江原をかばいたいってことですかね。だから県警の皆さんには会わせられなかった。残念だったな。奴らは江原をかばいたいわけじゃねえ。今時組織が部下の不始末かばや、かえって大やけどしちまう。ただ今回その部下は痴漢のみならず殺しにまで何か絡んでた。そんなのをまるっとよその県警にあげられちゃ警視庁のメンツは丸つぶれ。幹部の一人や二人切腹もんだ。せめててめえんとこでケツ吹かなきゃ格好がつかねえ。なるほど、そういうもんですか。だから警視庁はうちに、江原は東京の刑事に調べさせる、ついては三越場殺しの情報を全部よこせとこう言ってきてんだよ。そんなもんこっちだって飲めるわけがねえ。おかげで殺しの件じゃまだ誰も江原を尋問できてない。うちも警視庁もだ。要するに手柄の取り合いってこと。警視庁と神奈川県警で、あんたらまだそんなことやってんの。ああ、情報を出し渋って足の引っ張り合いだよ。上同士折り合いがつくまで俺らは江原に触れない。ったく、星に向かって突っ走るのがデカの仕事だろうによ。こんなお預け食ってりゃ探偵に八つ当たりもするわな。八つ当たりだったんですね。これから署にご同行を願ってこってり絞ってやる。が、お前が使える探偵なら協力しやるかもな。え？わざわざカムロ町から来てそこら嗅ぎ回ってたんだろ。三越場殺しで何かネタ掴んでねえのか。それによっちゃ手錠を外してやってもいい。取引ってことですか。お前がいい情報を持ってればな。これなんてどうですかね。お前これ三越場ヒロ。場所はここだ。殺される直前か。どこで手に入れた。おい、どういうことなんだ。手錠かけられたままじゃ話しづらいな。思ったよりは使えそうだな。分かった、外しちゃってくれ。つまりこういうことか。お前と清涼の先生の待ち合わせにこの写真持って不審な女が割り込んできた。俺はその女ってのを見れなかったんですけどね。沢先生には十分脅しが効いたみたいです。もう何も話してくれません。沢というのは三越場の教育実習を担当してた女の先生ですね。分かってるよ。その写真を渡してきたって女は三越場殺しの一味だろうな。連中は複数犯なんだよ。へえ、複数犯。ずいぶん言い切るんですね。何かその根拠でも。桜井、三越場の死体写真を見せてやれ。何かあったら俺の責任だ。どうせ今のままじゃ埒が明かねえ。この先江原の情報はこちらの探偵さんに取ってきてもらう。鍋さんがそう言うなら。
生前の御子柴が最後に目撃されたのは2ヶ月前、10月7日の朝6時半、市内の自宅を出るとき、母親と言葉を交わしてる。で、その後の目撃情報がないことから、御子柴は自宅からそう遠くない場所で拉致された可能性が高い。その場合、常識的に考えて車が使われただろうな。そうなると、少なくとも運転手と拉致をする者とで2人はいる。俺が犯人なら3人は揃えとく。なるほど。それで複数犯ってことですか。ああ。ところで解剖の結果、御子柴の遺体には胃の内容物が少し残っていた。その消化具合からすると、殺されたのは朝食から少なくとも1時間経った後、つまり午前7時半以降だ。御子柴は拉致された後、おそらくすぐにこの現場へ連れ込まれて殺された。ナイフで喉をかっ切られてな。理解できたか、名探偵。じゃあこの時痴漢の江原は何をしてたか。裁判記録によると、午前7時43分に都内池袋駅の改札から入場している。駅の防犯カメラに江原の姿が映ってた。だとしたら、江原に御子柴を殺すのは無理だ。池袋からここまで30キロは離れてる。ああ、アリバイ成立ってわけだな。だが奴は2ヶ月後に御子柴の死体が見つかると知っていた。痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのにだ。つまり殺しの実行犯たちと通じてたのは間違いない。江原を絞り上げればそいつらの情報を聞き出せる。なのに、なんで俺らはこんな何も残ってねえ現場にいなきゃなんねえんだ、クソ警視庁が。まあまあ落ち着きましょうよ、鍋さん。ああ、だからお前が代わりに江原から情報を引き出すんだ、八神。白崎先生に頼み込め。弁護人の接見なら警視庁も口出せないからな。そういうことならもう少しここや死体の状況を聞きたいんですけど。なんだ。ま、聞くだけ聞いてみな。御子柴の死亡推定時刻はどこまで絞られてるんです。朝食の消化具合から、殺されたのは御子柴が失踪した10月7日午前7時半から12時までの間だ。2ヶ月前の死体からそこまで絞れるもんなんですね。ああ。だがもし犯人たちが御子柴に食事を取らせてたって可能性を考慮すると、死亡推定時刻の幅はぐっと広がる。その場合、犯人たちは御子柴家の朝食メニューを完全に再現したことになるけどな。できないことじゃないでしょう。朝何を食べたか御子柴から聞き出せばいい。ああ、俺らも同意見だ。すると死体の腐敗ぶりも考慮した結果、御子柴の死亡推定時刻は10月7日の午前7時半から10月末までの間になる。その幅約3週間。3週間、今度は広すぎですね。もう少し狭まんないんですか。そうしようにも死体が腐りすぎてた。ただしその幅がどんだけ広かろうが、痴漢で捕まってた江原に御子柴は殺せない。拘束されてたんだもんな、2ヶ月間ずっと。痴漢したおかげで強力なアリバイがあるってことか。どのみち御子柴を殺した実行犯たちは別にいる。江原を締め上げりゃ奴らの尻尾をつかめるはずなんだがよ。被害者の死因は？ニュースでは確か失血死とか。ああ、喉を切られてた。そいつが致命傷だ。犯人は椅子に拘束した御子柴の背後に立ち、
左手で顎を上げさせ、右手に持ったナイフで喉を横に切り裂いた。ためらいがない感じですね、その殺し方聞くと。まあそうだな。ここの床、矢印の形に焦げ跡がありますよね。あれは何です？発煙筒が焚かれてたんだ。赤い煙を吹き出すやつでな。で、通報を受けて駆けつけた消防隊が巫女柴の死体を発見することになった。つまり犯人たちはわざわざ死体が発見されるようにのろしを上げたんだよ。江原とは事前にそのタイミングを示し合わせてたんだろうな。それで江原は巫女柴の死体発見を予言のように言い当てられる。実際に痴漢の判決を受けた時、やつはそれをやったわけだ。なんでわざわざそんな真似を。さあな、予言者ごっこでもしたかったってか。死体が見つかった時の状態はどんなだったんです？腐敗が進んで、ウジが湧いてたよ。椅子の背もたれを抱えるように、後ろ手を結束バンドで縛られてた。直接の死因は喉を切られた傷だが、その前にかなりの暴行も受けている。それも結構えぐいやつを。え？両手の指が全部折られていた。指を全部って。ああ。仇の死に様とは思えなかったよ。まるでマフィアかヤクザの拷問だ。上は念のためそっちの線でも人を抑えて捜査しちゃいる。この建物はずっと無人？誰か管理してる人は？異人町に古くからいる地主だ。この建物は2年前に無人になってからずっと放置されてた。一応ホームレス対策で入り口に軟禁錠をかけてたらしいが、巫女柴の死体が出た時にはなくなってた。犯人たちが壊したんだろうな。殺しの凶器は見つかってるんですか？いや、見つかってない。現場にそれらしいものは残ってなかった。見つかれば重要な証拠になる。さっきナイフって言ってたのは、傷口から見て多分そうだったろうってことですよね。俺が当てずっぽうで言ってるわけじゃねえ。解剖した先生がちゃんと断言してる。凶器はナイフに近い形状の刃物だってな。大体事情は分かりました。聞きたいことは聞けたと思います。ところで、カムロ町の探偵ってのは暇なのか？はい。ずいぶん動きが早かったじゃねえか。俺らが清涼高校に行った時にはもうあそこに出入りしてた。沢先生の懐に入り込んで待ち合わせまでしてたんだろう？あそこの高校には別件で行ってたんです。別件？なんだよ、どうした？双眼鏡をこっちに向けてた奴がいる。何？30前後の男3人、双眼鏡を持ってるのは黒いジャケット。俺の番号はさっきの名刺にあるんだよ。おい、八神！待てよ！待て！
そちらはなんで俺らを覗いてたって？冷やかしで死体の発見現場見に来ただけだそうです。本当ですよ。今あとの二人もここに来るように連絡取ってますんで。冷やかしの見物ね。まあ勝手に現場に入り込んじまうやつよりはマジか。あれ、それってもう水に流してくれたんじゃ。あんたはどちらさん、なんで逃げた？なんでって、そりゃこの刑事さんが窓から飛び降りて走ってくるから、捕まったら面倒になると思って。刑事さんだってよ。じゃあ、あだ名はジーパンだな。光栄です。身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。仕事は？会社員です。バイオ分野で企画管理を。バイオ分野？さっきいた後の二人も？いえ、あいつらは投資会社勤務と、もう一人は経営コンサル。高校の時の同級生なんですよ。住所は東京都内。今日は何で横浜に？今度中華街で同窓会の幹事やるんで、それで店を下見に来たんです。中華街はこっちじゃないですよ。せっかく横浜まで来たから、ついでに話題の事件現場見に行こうってなって。つまり冷やかしだと。そうですよ。高校というのはどちらで？黒川学園、私立の東京の学校です。いや、こっちこっち。お連れの方も身分証をお願いできますか？ご協力ください。ナベさん。では皆さん、もうお帰りいただいて結構です。ご協力どうも。裏が取れた。結局冷やかしの仲良し同窓生たちだったわけだ。残念だったな。せっかく張り切って追いかけたのに。別に、うちはいつでもフルスイングがモットーなんで。見てて惚れ惚れするほどの空振りだったよ。でも俺の経験上、そういうやつは信用できる。城崎先生によろしくな。江原から話を聞けたら俺にも情報を頼むぞ。